中野正氏は日本の政治家、宮城県議会議員、衆議院議員、参議院議員、国土交通大臣政務官、経済産業副大臣、日本の心幹事長、同代表などを歴任。第45回衆議院議員総選挙での街頭演説宮城県塩釜市生まれ。父親は消防士であった。東北学院中学校、高等学校を経て、 東北学院大学法学部卒業。中学校、高校時代には土木作業のアルバイトに励んだ。大学1年生時に学内の弁論大会で優勝した。大学卒業後には約15年間にわたって三塚博士の秘書を務めた。1983年、宮城県議会議員に当選。以後、3期務める。 二期目途中の1989年には部所属で参議院議員選挙に立候補したが落選。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙で宮城2区から自民党公認で立候補し初当選。当選後は秘書として仕えた三塚が率いる政和政策研究会に入会。二千年六月の第十二回衆議院議員総選挙では 民主党新人の鎌田さゆりに敗れ落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、小選挙区で敗れたが、比例党北ブロックで復活当選し、国政に復帰。翌年12月、鎌田が公職選挙法違反事件で連座制のため議員、辞職したことを受け、2005年4月の衆議院、補欠選挙に立候補することも検討したが、自民党内から、 現職が辞職して同じ選挙に出るのはおかしいと批判され断念。同年9月の第44回衆議院議員総選挙では比例東北ブロックに回り名簿順位2位に記載され参戦。当選後第2次小泉改造内閣で国土交通大臣政務官に就任。2007年第1次安倍改造内閣の経済産業副大臣に就任。 2009年8月の第45回衆議院議員総選挙は落選。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙に比例区の自民党候補として立候補したが、再び落選。その後、立ち上がれ日本宮城に串部長に就任し、2012年6月28日に自民党へ離党届を提出。同年7月13日に離党が了承された。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙には日本維新の会放人で宮城に行区から立候補したが落選。2013年7月の第23回参議院議員通常選挙に比例区から立候補し当選、国政に復帰。全国合計で32,926票を獲得、得票数5位で当選した。2014年8月、 日本維新の会の分党に伴い、次世代の党に参加。次世代の党が第47回衆議院議員総選挙で惨敗したことを受けて、参議院議員ながら、衆議院の国会対策委員長に就任した。2015年11月11日、同党の両院議員総会で、幹事長を兼務する人事が内定し、11月16日から、幹事長兼国対委員長に就任。 12月21日に党名が日本の心を大切にする党に変更された際には、党名変更をめぐって、党員の江口克彦が離党するなど混乱があったが、中野は党に止まった。2016年9月、党の選挙対策委員長と議員総会長を兼任。2017年9月25日、中山京子代表が辞任したことを受け、代表代行を経て9月30日、 支部長らによる会合にて公認の代表への就任が承認された。2018年11月1日付で日本の心が自民党に吸収合併され約6年ぶりに同党に復党した。2019年3月同年7月に行われる第25回参議院議員通常選挙には出馬を見送った。第24回参議院議員通常選挙の自民党。 日本の心を大切にすると合同演説会に参加する中野和田正宗菅義偉。ありがとうございます。